ライトパターソン空軍基地。ライトパターソン空軍基地。ライトパターソン空軍基地は、アメリカ合衆国オハイオ州に位置するアメリカ空軍の基地である。基地の名は、ライト兄弟とフランクス・チュアート・パターソン、n c r の共同創設者の親族であり、1918年に航空機事故で死亡した日なんで名付けられた。ライトパターソン空軍基地には、 米空軍資材コマンド、空軍直属部隊の一つの本部がある。通称、ライトパッドと呼ばれる。この基地には、米空軍医療センター、病院、空軍工科大学、国立アメリカ空軍博物館が位置している。空軍予備役軍団に所属する第445、空輸航空団の本部でもあり、航空機動軍団所属の C-5、ギャラクシー10輸送機も離着陸する。 さらには、航空システムセンター及び空軍研究所の本部も所在する。2000年の国勢調査において、基地全体が一つの国勢調査指定地域であった。これには、モンゴメリー軍、リバーサイドの一部も含まれる。その調査では6,656人の居住者を数えた。2005年9月30日現在の基地内の 高級的な就労者人口は5,517人の軍人と8,102人の民間人を数えた。ライトパターソン空軍基地では年に一度空軍記念日9月18日に最も近い土曜日にアメリカ空軍マラソンが催される。ライトパターソン空軍基地の位置は北緯39度47分55秒整形84度5分2秒に位置する。 オハイオ州グリーン軍とモンゴメリー軍にまたがり、デートンの中心業務地区から北東へ1 3トル、8マイル、場所に位置する。基地の一部は、リバーサイドという町の境界に沿って位置しており、またフェアボーンとビーバークリークの2つの町に隣接している。アメリカ合衆国国政調査局によると、基地は3 0 5キロメートル、11.8平方マイルの総面積を持つ。 そのうち 30.3km11.7 平方マイルは陸地であり、残り0.76%の 0.2km0.1 平方マイルは水域である。2000年の国勢調査では、基地内には合計6656人、うち1754人の世帯と1704人の家族があった。人口密度は219.8。 キロメートルで住宅の平均密度が69.2キロメートル179.2平方マイルであった。基地内の人種構造は76.11%の白人、15.25%の黒人、またはアフリカ系アメリカ人、0 4 5のアメリカ先住民、2.30%のアジア系、0.12%の太平洋諸島系、 その他の人種2.09%、2つ以上の人種を合わせ持つ者3.68%、また人種とは別にヒスパニック、またはラテンアメリカ系は4.45%であった。1754の世帯のうち78.1%が18歳未満の未成年が同居しており、89.0%の夫婦が同居し、6.1%が夫がおらぬ女性が、 世帯主、2.8%が非家族、2.6%が、一人暮らしで65歳以上のものであった。一世帯の平均人数は3.60人で、一家族の平均人数は3.64人であった。基地内の人口分布は42.5%が18歳、未満 11.、11.6%が18から24歳、41.5%が25から44歳。 4.2%が45から64歳、そして0.2%が65歳以上であった。1世帯あたりの平均所得は43,342ドル、1家族あたりでは43,092ドルである。男性の平均所得は388ドル、対して女性は21,044ドルである。 基地内の一人当たりの収入は15,341ドルであった。およそ1.6%の家族と1.8%の住民は貧困線を下回った18歳未満と65歳以上は含まない。年齢の中央値は23歳であった。100人の女性に対し105.2人の男性がいた。18歳以上の100人の女性に対しては104.1人の 男性がいた。2005年9月30日現在、基地では2012の単一家族、300人の単身、入隊者、455人の滞在者向けに住宅、または仮設住居を用意している。ライト兄弟が、ノースカロライナ州キティホークで1903年に、世界最初の有人動力飛行を行った後、地元デートンで飛行場に適した場所を探していたところ、 銀行家トレンス・ハフマンが彼の所有する草原を無償で対応することを許可した。それはデートンの中心地より北東2 3トル、8マイルの場所に位置していた。1904年兄弟はここで105回のフライトを行った。この場所をハフマン・プレイリーという。1917年に第一次世界大戦の最中、パイロットと射撃手を養成するために今日、オハイオ州。 フェアボーンであるところ、ハフマンプレーリーの隣接地に、ライト兄弟の兄の名に由来するウィルバーライトフィールドが開かれた。そして間もなく、隣接地にフェアフィールド航空機整備施設の建設が続いた。同年デートン中心部より北に 1.6km、1マイルのところに、米軍通信部隊の離着陸施設、マクックフィールドも開かれた。1924年マクック。 フィールド軍用機種権上の閉鎖により、地元有志からなるデートンコミュニティは1821ヘクタール4500エーカーの土地を購入した。そこには、ミルバーライトフィールドも含まれる。そしてそこは、ライト兄弟によるいくつかの複合施設が位置していた。1918年6月19日に、フランク・スチュアート・パターソン中尉は、エアーコ・ DH4 航空機で、 飛行試験の最中 4,、4600メートル15000フィートからのダイビング中航空機から翼が分離する事故で死亡した。そしてパターソン注意を記念してまた NCR のオーナーであるパターソン系の経緯を表してハフマンダムの東側ウィルバーライトフィールドフェアフィールド航空機整備施設及びハフマンプレーリーを 含むは1931年7月6日に名称をパターソンフィールドへと変更した。三角形の離着陸場と呼ばれた場所は現在では国立アメリカ空軍博物館が一致している。隣接した軍事施設はライトフィールドとして知られたまま残り陸軍航空隊の研究開発と飛行テストのセンターとなった。1941年陸軍航空隊は 陸軍航空軍に改編された。1947年9月18日、アメリカ空軍が正式に発足。1948年に2つのフィールドは、ライトパターソン空軍基地という名称で併合された。元ライトフィールドは合同軍事施設のエリア B に、元パターソンフィールドはエリア C となった。 1963年2月1日から1975年9月30日までの間戦略航空軍団の第 17A 爆撃航空団は基地のエリア A に配属された第34爆撃隊の B-52 と第922空中給油飛行隊の KC-135 からなる飛行隊には核抑止的な任務がありさらには ベトナム戦争において航空機と航空機搭乗員を供給した。1994年に空軍研究所マーフィーの法則を唱えたエドワード・マーフィー隊員が勤務していたは通称ゲイ爆弾と呼ばれる奇妙な兵器の開発のためペンタゴンに750万ドルの予算を要求した。ホルモン爆弾によって敵兵が戦闘不能に陥る陽同性同士が互いに 性的に抑えがたい欲求を与えることを起きとしたものであった。今日、1900年代初頭のように、ライトパターソンでは、兵器体系がテストされ、見直されているところである。基地の任務は、ロジスティックス管理、研究開発、教育、航空業務、その他多くの防衛関連活動に及ぶ。ライトパターソン空軍基地は、空軍と、 国防総省を支える教育機関である空軍工科大学の本拠地である。またそれは米空軍の高度なセキュリティで守られた国家航空宇宙情報センターも含む。そこで冷戦時代、露角されたソビート連邦のミグが分解、テストのために海外技術部という部署に運ばれた。ライトパターソン空軍基地は1947年7月の ロズウェル事件とのつながりのため UFO 陰謀論と関係があることで知られる。あるものは、ライトパターソンのハンガー18、18番格納庫がネバダ州のリア51と共に、粉砕された UFO の残骸がかつてあったか、あるいは今もあると信じている。ライトパターソン空軍基地は、ユーゴスラビアの旧社会主義連邦共和国での武力紛争のうちの一つ、 ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争の3年半の争いに終止符を打つデートン合意、あるいはデートン帝都もが1995年11月に行われた場所としても知られる。ライトパターソン空軍基地はフィムシ GCCS の司令部がある。システムは危機の際の活動計画のために設計された。そしてそれは複数の安全な通信プロトコルを支援する。 本校はパブリックドメインのアメリカ合衆国政府の著作物からエアフォースヒストリカルリサーチエージェンシーの文献を含む。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。